はいどうも、古川です。今回はですね、モンスターストライクやっていきたいと思いますけど、まあ見てのご覧の通り、最終日です。劇中震災最終日、エヴァコラボ最終日、モンスト学院最終日となっておりますので、こちらまずね、劇中合計30連です。はい、短いと思いますけど。まず劇中震災。ま、これ最終日は第3弾ですね。ま、これは3体とも持っておりません。というか、もはや劇中震災は、風雷がなぜか3体いて、あとは1体を持っておりません。はい。なので、これ、正直、風雷が誰が出ても嬉しいっす。はい。なので、まず、劇中震災10連ガチャあります。はい、劇中震災マジ代償悪いんで、これで引ければ激アツです。はい、何もない、何もないです。とりあえず頼む。あ、違う、金太、うん、嬉しいかな、嬉しいな。ワトソンですよね、ワトソン。嬉しい。25の悟空がより、はい、意外とね、25の悟空ちょっとめんどくさかったんで嬉しいっす。はい、まあ、24% をかなり使ってますね。はい、4体出ました。はい、でまあ劇中審査終わりです。まあ誰も引けなかったんで対象。まあ、エヴァ、まあ、これね、レイアーマクサとレイ&ゼロ号機持ってないんですけど、アリス、僕にアリスアルファ、2体持ってるので、こちらレイゼロ号機を何としても引きたい、10連でなので引きます。レイゼロ号機怖い、レイゼロ号機頼む。エヴァ、エヴァ来い。はい、普通の回転でした。はい、頼む、マジで頼む。あっと、シンジ君、おい、止まれ、止まれ、止まれ、これ来たんじゃない、ペルセポネ持ってなかったっけ俺。はい、ペルセポネ発言です。いや、24% 出てるけどね、めちゃめちゃ 24% 引けてるけど、シンジ&初号機はね、一体持ってんすよね。ペルセポネ発言か。いや、でもこいつ受信化したよ。いや、はい、嬉しいっす。はい、発言埋めれたんで嬉しいっすけど、霊初号機惜しかったな。ギリギリ星玉たまりません。最後これモツアル、モツアル引きます。これね、もうゲットできないんで、モツアル引いて終わります。はい、これもう行くでしょう。対象誰も出て、あ、出てるわ、出てるけど、シンジ&初号機だけ出ましたけど、狙いを引けてない。30連目。いやー、カップエースないですね。エースないっす。モッツァル、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 モッツ、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 モッツ。はい。エメラルド。星玉行こうか、星玉行きます。はい、あ、はい、ということで2連引いてきます。モツアル、もうこの2連で出てくれてもいいんだよ、モツアル、マジで。エイバー、レイゼロ号機も欲しいんですけど、
そっか。あ、さっきのね、一連もしかしたら 24% で出たかもしれないから、他ので引けばよかったなって思ったんですけど。いっちゃ、言った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 。おつはる、おつはる、頼む。おつはる、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 おつはる。違う、違う、違う。アリスさん対目だ。アリスさん対目だよ。いや、ゼホンはよぎったんですよ、ちょっと。アリスか。アリスか。アリス3体目です。はい。なるほどね。なるほどね。はい。しかも、星山じゃないので。これ引く？いやもうこれさ、モツ出てたらマジで最高だったのに。すいません、もう一個、もう一回引きます。はい、じゃあ気を取り直して、はい、頼むって。モツある。いやマジでアリスか。マジそうなるよね。もう一回、もう一回言ってね。はい、一瞬次です。これ多分出ないので、はい、この星玉、これほんと大事。ほんとほんとモツアル、モツアル来て、はい、まばたきない。ガッ、頼む頼む、モツアル緑。マモンっすね。はい、諦めます。はい、もうなんかすごいっすね、うん、アリスか。いやもうさっきのね、単発が熱かったんですけど、見事アリスを引き継ぎました。まあ、もうなんか最後5個余ったんで、どうしよっかな。劇中で最後ちょっと引いて終わりたいと思います。はい、シングル 24% だよ。 24%、 まあおにゃんこぽんとかは 24% じゃないけども、ふい、 24% です。 24% 24% 24% 24% 引ける、 24% 引け、引けませんでした。はい、ということで、はい、黒髪さやが最後出て終わりました。はい、結局何連したんでしょう。これプラス星玉ですね、うん、はい、ということで、まあぜひぜひというか、まあ楽しめましたかね、うん、はい、まあ、この最終日の30連引かせていただきましたけど、はい、まあちょっと取り乱した部分もありますが、狙いはまあ一点も出なかったですね、うん、まあこういうもんですね、ガチャは。なのでちょっと今回は終わりにします。はい、ということで、はい、ちょっと短いですけども、最後まで見ていただいてありがとうございます。また次の動画もね、よろしくお願いします。ありがとうございました。